憲法に謳う最重要事項は立法府の身元、立憲何がしの代表選で思う。2019年自民党が掲げた憲法改正では、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つの基本原理はしっかり堅持し、初めての憲法改正への取り組みをさらに強化するとしている。改正の条文イメージとして、一時英体の明記。 二緊急事態対応、3号区解消、地方公共団体、4教育充実の4項目を提示している。そして、国民のための憲法論議を丁寧に深めつつ、憲法改正原案の国会提案、発議を行い、国民投票を実施し、早期の憲法改正を目指すとある。それから2年以上過ぎた。 妙に凝り固まった五権勢力の市民団体が接ついて出来上がった野党共闘は立憲共産党が実態だった。国民は審判を下した。衆議院での改憲勢力は連立与党公明党の五権派を外しても整った。ならば、改憲要点に自民党案でわざと外したであろう国籍に関する項目を加えていただきたい。 国権の最高機関である立候補の権威を堅固にするためだ。日本では帰化後すぐに立候補できる。しかし米国では上院議員になるには帰化後9年経たないと立候補できない、下院議員は帰化後7年経たないと立候補できない、と憲法の最初に書いてある。それゆえ、国籍は公開する。帰化したならいつ帰化したのかということは当然公表する。 参加する祖国への信頼が明かされるのにそのぐらいの年数は必要だと受け止める。帰化人への差別ではない。歩きながら考える民主主義の実践だ。立憲民主党ほか左派政党の議員のうち、近隣国から帰化した議員は何人いるのか公開すべきだ。なぜ日本に帰化したこれら議員ははっきりと自身の帰化情報を明確にしないのか。 明日の日本の健全な発展を願うために立法府に立ち上がった人物なら、ためらうことはなかろう。公人を目指すなら正々堂々と公表されたい。日本では、国籍、帰化情報がタブー視されている。人権侵害につながると腰が引ける。何をおもんばかってのことかむね推測がつく。だが、嘘やごまかしのない、 真っ当な政治を目指すなら、まずそこからだ。自民党ほか、改憲実現を目指すならこの事項を外してはならないと思う。自由世界の標準だと確信するからだ。お聞きいただき感謝申し上げます。